1234前方公園墳の北原、南限1、角塚古墳2、坊塚墓1号墳3、勝負塚古墳4、塚崎51号墳公園部角塚古墳は、岩手県欧州市伊沢南都殿にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。通称として、塚の山、一本杉とも。前方公園墳としては、岩手県では唯一、かつ、 日本の最北端に位置する古墳である。北上川中流域、北上盆地のやや南寄りで、西から合流する支流伊沢川の形成した伊沢扇状地の標高約76メートルの低位段球上に位置する古墳である。内部構造は明らかとなっていないが、出土派には等により5世紀末から6世紀初の築造と推定される。 本古墳は造営にあたっての計画性が認められることから本格的に築造されたものとされる。岩手県域にあっては本古墳一家を除くと他はすべて末期古墳で本古墳以南にあっては宮城県北部の大崎地方まで前方公園墳等の存在が認められないためその得意性が注目されている。角塚古墳の北西 2km では 門塚古墳と同時期の大集落後の中半入り遺跡が発見されているが、その出土物からは宮城県域や久慈地域など広域の交流が見られ、門塚古墳との関連が指摘される。本古墳は昭和10年代から地元研究者によって、埴輪の出土が注目されていたが、昭和20年代に広く紹介された。1947年には、 前方公園墳と確認され、北端に位置する本格的な前方公園墳として注目されることとなった。1957年には岩手県指定史跡に指定されている。1970年代になって補助整備事業が計画され、それを受けて伊沢町教育委員会により、1974年と1975年の2カ年にわたって、 測量や範囲確認調査が行われた。1974年の調査では、埴輪と吹石が確認されている。その後日本最北端にあるという特異性により、古墳域は1985年に国の史跡に指定されている。現在残る墳球は大きく壊されたもので、原型をとどめた箇所は少ない。公園部は二段築生で、後世に大きな一本杉が植えられている。 前方部は南を向き、公園部に比べて前方部が低く短くなっているのが特徴である。集合は公園部周辺が幅約10メートル、前方部で約3メートルと狭くなり、全体としては馬蹄状をなす。平面型は前方部に向かってすぼまっている。埋葬施設は噴頂部の平面下に設けられたと推測されるが、これまでに手がかりは見つかっていない。 吹き石、埴輪のほか、出土遺物の大半は、埴輪破片である。前方部からは、人物、動物、機材などの継承埴輪の出土が確認されている。また、公園部からは、墳丘に近い集合全体からは、円筒埴輪が出土している。これら埴輪の製作時期は5世紀後半とみられる。以上の出土品は、伊沢郷土資料館に展示されている。 格塚古墳に関しては、地元に伝説が残っている。これによると、当地には、鉱山家門という長者がおり、その妻は強欲であったがためにオロチに変身した。大蛇は農民を苦しめ、里人は、松浦の国からサヨ姫という娘を買って、生贄として差し出すことにした。大蛇が現れた時、サヨ姫がお経を読み経文を投げつけると、オロチは、 元の長者の妻に戻ったと言い,い、オロちの角を埋めたところがこの角塚古墳であるという。以上の伝説により、本古墳に手をつけると、たたりがあると伝えられ、これが現在まで紛糾が維持されるに至った要因と言われる。ありがとうございます。